ダークセイバーです。今回は、トロトロ騎士化を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。両方に極端に触れているのはバランスがいいでいいのだろうか？物理特攻カポエイラ少女を貫通した最強形態。赤ちゃんになった瞬間にクソみたいな試合になって耐えられなかった。ボケとツッコミの両方をそつなくこなしてくれる先輩。スレがくらいで収まるなら可愛いもんだが。騎士化将来、赤ちゃんになゆう。いいですよね、凛々しい先輩の甘える姿。限度があるだろ。騎士化ママ。これ本当にどういう精神状態なの？自分自身をもママと捉えられる圧倒的騎士道精神。幼児対抗してる彼女しかいない3年生組は魔境。3年組会はなかなかひどかった。彼女たちの中でもトップクラスの異常者。バブー。じゃあ。基本的に年上になればなるほどヤバい女率上がってません。最年長まで行くとまともダワになるんだが。実年齢と肉体年齢が一切まともじゃないんですよね。かい。鬼人。大丈夫？このコンボアニメにできる？放送業界の大いなる存在に怒られない？おおよそ4期くらいまでやる大人気アニメにならないとたどり着かないし平気平気。テレビの放送始まって約70年ぐらいだから約3が年寄りになってからじゃなく若い時からあるのに未だにテレビの中に人がいると思ってたり約3もかなりヤバいよ。戦場で衛生兵か看護師かなんかやってたっぽいのに片かなご全くダメなのはどうなってんだよ。医療系なんてかなりの割合で舶来の学問だろ。えいの?おい最強の提携やめろ。なデート薬さんの組み合わせ好き。騎士化先輩にこそ必要なんじゃないかな。不老不死の薬失敗作。そこに赤ちゃん戻る薬を重ねかけすれば。騎士道とは一体。ちゃんと恥じらいがあるのいいよね。バブバブした後にくっ殺して天秤がちゃんと言い分になるからな。騎士化先輩は正気に戻ると恥ずかしがるけど、ハハリの方は恥ずかしがる素振りが初回以外一切ないのがやっぱ狂ってる。このコンボは禁術でしょ。わは騎士とエクリンはデザイナーズコンボ感ある。もう運命の人だろってコンビ。おしめえ。イクの本命はメイさんだし。エクリンもいいコンビだけどさすがに負けそう。このままどんどん新キャラがエスカレートするのかと思ったら最近キャラ代わりと普通という変化球。最近レンタロウの彼女というよりはハハリさんのプレイ相手みたいになってない？って思うことある。ハハリさんの元夫天国で見守ってくれてますか？完全に成仏してもう出番ないと思ったら本機会でしっかり助けてくれてた。猫は鬼人ランクダイブ下の方でしょ。リンちゃんの1個上くらい。玉は実際に大金持ちにペットとして飼われたら、これ違うやっぱ無理にゃんってなったのにまともさを感じた。猫は一応罪悪感と常識を持ち合わせているからね。たまに猫になりたいだけの人間、とも言えるね。あの誰か玉だけじゃなくスーちゃんの用語とか。普通であるとも言えるし普通ではないとも言えるね。役おばあちゃんと玉の組み合わせがかなり好き。好きかける好き。提携が強い子たち。そうとも言えるしそうでないとも言えるね。チャンスタイム到来チャンスタイム到来。アメリカ人の方がよく見るだろ。へぇ。アイアムのフリーダムイングリッシュ提携はあまり見ないです。できるか。へぇ。その4人だけかな？数はそのうち禁止カード扱いされるかもしれない。ヤマメちゃんの提携あまり見た覚えがない。おでの提携だって生きてるんだど。生きているとも生きていないとも言えるね。なんで数への突っ込み消された？アーシーがいないだと？私の提携も使えや。し？すえ？そうでしょう。下二人よりはハハリと騎士化ちゃんのが強くない？話がややこしくなるからスーちゃんは黙ってて。え？いいの？は提携というかもはや呪文の栄称だから。単行本派だって生きてるんだど。アーシハーシオイラはボイラー。中二ちゃんってサムハチに影響されたのか気になる。どっちが先に登場したのかは知らない。スーって関数字に反応してたっけ？多分してないと思う。してるんだったら関数字のモノマネもやると思う。4を表現できないことを悔しがってたりすると思う。数が数字差別するわけないだろ。どうだっけ？と登場回を見直したけど関数字もローマ数字もいけると言ってるね。あーしマジブチギレてんよ。数ちゃん的には関数字はイメチェンした彼氏みたいなポジションだよ。数学とか計算じゃなくて数字なの極まってるね。一回だけってお願いしたら何でもしてくれるから好き。提携が強いとも言えるしそうでないとも言えるね。え？いいの？鬼人じゃないわこれから来る提携だと思う。鬼
鬼人しかいないので使いやすすぎるのが弱点だ。え？いいの？〇〇は物理じゃ倒せない。おしめえ。やべえ、〇〇なのだはツッコミとして使いやすいのだ。ウト定型は武神定型に見えるのが難点。これ本当にあいつらが脳裏に移り始めるからきつい。くる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 。メロンパンフリスビーだぜ。オーアイアムのイングリッシュはフリーダムなムードならエブリワンがイージーユーズデース。エブリワンでイングリッシュをオールデイにユーズすればフーでもスピーディにフリーダムデース。永久期間来たな。相性が良すぎる永久期間コンビいいよね。女騎士派掘殺属性と思ったらなんかやべえ方向性だった。ねえこれ壊れ。次赤ちゃんになる夢に向かって生きられてよかったね。変な定型しかないブー。バカ力。本当に壊れたら猫になるからな。現世で猫になる、将来赤ちゃんになる、図らずも同じ方向性だな。短期。他の彼女も考えてみると静香ちゃんは定型力が弱いな。おうよ。地味に使うのが難しいぜ。定型力が高くても何の意味もない。無意義。猫も騎士もちゃんと自分の意志で人に戻ってこれるから偉い。定型なんかなくても私のお姉様が最高に決まってるんですけど。私目に妹はおりません。アラサー子持ちの女と付き合うとかちょっと考えられないよな。排除いたしましょうか。定型アニメでいくつ見れるかな。そんで多分イントネーションが想像してたのと違ったみたいな現象起こるファン結構でそう。もはや定型というよりエミュ合戦なのだ。一旦レストして出力しないと脳内だけじゃ消化しきれない展開とか来るからな。ふふんですわ。アメリカ人はあんまり定型ないよね。へえ。なのだってつけとけば薬っぽくなるのだ。語尾キャラは便利だぞ。定型の中ではパワーが弱いとか思ってないんだからね。みんなまねっこ上手でかい。ナディーを完璧にエミュできたらもはやレンタローファミリーなんよ。アッニャクさんはそのままで大丈夫です。死にとうない死にとうない。絶対に私みたいにはなるなよ。あへへへへ。アニメ範囲だとまだボケ多めでまさか今やツッコミ担当とは視聴者も思わないのだ。スナフキンがあらゆる状況でねじ込めてずるい。ずるいとも言えるしそうでないとも言えるね。カラネの場合は別にあらゆるセリフにつける語尾じゃないからね。最近こういう漫画多いよね。一つで多すぎるとも言えるね。ツッコミとして割と優秀なのに語尾が普通だから目立ちにくいくるみ。ある意味俺たちもヒロインの一人なのかもしれねえな。スナフキンはアニメに出れ。カラネって名字と合わせてないんだからねだったのアニメで初めて知った。初期二人はダジャレネームじゃないと思ってたのに。はかりもはかりごとだよ。初期はアニナネーミングだなと思ってたけどそうじゃないと覚えられないから正解だわこれ。名は体を表さないと100人なんて覚えていられない。逆に言うと最初から100人揃える覚悟できてたんだな。自称作詞キャラの割に大体偶然に任せてチャンスしてくるのが可愛い。JK 母にひでえ感想を持ちながら周りに溶け込んだのは知能キャラだった。イクは別にストイックキャラではないと思う。ストイックという名の煩悩。運動にストイックなところなら見せてあげられるよ。はいバット持って。マジ怖いって。マジで数が増えていくと上位互換みたいなケースが起こらないか不安ではある。わはりがはかりの上位互換になりそうだったけれど上位すぎて別物になったから今後も大丈夫だろう。数が増えるのかと思った。これ以上あんな基準を増やすな。数の上位互換って2桁以上の数字しか愛せないとかそういうのか。姫かの普通ねと基準じゃないは流行る。基準じゃないは言うタイミングありすぎる。逆おばあちゃんが薬を作って使う側だったら薬の上位互換になってたと思うからその辺のバランス感覚が作者は絶妙なのだ。戦時中はだいぶヤバい薬作ってたみたいだけどな。イクはネタキャラかと思いきやたまにめちゃくちゃ美少女になるから困る。イクはチームメイト帰ってくるの1年後なのにまだ春から進めなくて野球部の活動止まってるから。何読んだらスーみたいなキャラが生まれるんだ。ドラベース。スーが周りに溶け込む会が子供の教育みたいだったし身近にいるんじゃない。上位互換っていうかむしろ方向性が似通ってたらシナジーデイと買い生えてくるからお得なんじゃないか。右上の定型は一つ以外思い浮かばない。それくらい強い。弱いとも言えるね。もみじあたりもキャラは強いけど定型力は低い。数学者はマジで素数や完全数を恋人のように愛するって何かしらの本で読んだことあるけどこいつ別に数学得意じゃないんだよな。米津くらいいいし米津くらいいいし。
数字には色と匂いがついててこう組み合わせるとこうなるんだよみたいに言ってて、一方で円とかグラムとか単位つけると学問になっちゃうから急にわかんなくなるって。共感覚だとしたらだけど。薬先輩ならそのうちドッペルゲンガー役みたいなので彼女増やしたりし始めるさ。双子は絶対出るだろうけどこの漫画なら5つ後くらいになりそう。でも蓮太郎くんはちゃんと恋愛感情で付き合ってるし。いやこの漫画なら多重人格すら一人にカウントする。ちゃんと各人格を幸せにするだろ？不健全ブー。最近追加された彼女全員だと参加は難しいにゃん。こういう時に笑みしがたいのが静香ちゃん。だからかに笑った。仕方のないことであった私はこのような状況での戦闘は増えてなため。マジやばい。何が？ちょっぴり漏れたのだ。まあ一家おむつしてるし。実は二重人格に近いキャラは初期も初期にすでにいるのだよ。はハリのことだろうか。ジョバー？定型として使いやすいとも使いにくいとも言えるね。ナディーも引っ越しながらテレビ見るし。テレビ？クルアジちゃんとカキシカパイセンも定型はちょっと思いつかない。カキ？私目に定型はありません。先輩って思考回路についてはあのファミリーの中でもトップクラスの常識人だよね。スイッチのオンオフの落差が誰よりひどくてガバガバなだけだからな。甘えてる時よりも甘えた事実を恥ずかしがってる時が一番可愛いと思う。オンオフ壊れてるだけで恥と感じる概念あるからな。戦ってる時はめちゃくちゃかっこいい。まあ常識人だからこそ今まで甘えられずに生きてきちゃったわけだからな。ちゃんと向こう側から自力で戻れるからなこの人は。時間の番外編はトロトロ先輩の過去はかな。我鍋に閉じ蓋。正直甘えん坊の時の岸か先輩めっちゃ好きかわいい。え？いいの？思考回路が赤ちゃんにさえならなければな。なんか薬先輩が思ってたよりずっとまとも。実はくるみちゃんもなんやかんや文句言いながらママのこと好きだったりする。結婚する？しない。赤ちゃんになる理由ありと思いとか言うけどそうでもなくない？大家族の長女だから甘える暇がなかったとかまあそんなこともあるだろ程度の話というか。最近のお話見てて思ったんだけど蓮太郎って普通にプロには短距離走で負けたり彼女を背中で受け止めて背骨負傷したり割と普通の人間なんだなあいつ。精神力と耐久力と回復力は人外だけど身体能力は常人っぽい。なんで背骨治ってるんですか？可愛い彼女たちと一緒にいたら治るに決まってるだろ？彼女に危険が及ぶとかしてバフかかるとどこまでも強くなるけどな。しっかりしてる時のトロトロ先輩と日本人の時のアメリカ人が常識人は普通トップだと思う。多分蓮太郎は距離が無限のマラソンとかだったらプロにも勝てると思う。アメリカ生まれのアメリカ育ちの彼女ぶち込んでアメリカ人の反応みたい。ナディ先生はさっさと国籍をアメリカに変えろ。ナディはもうナディ人だからそのままでいいのだ。